ハリケンです。いつも動画ご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、目の前に置いてありますこちらのですね、カメラ用のマイクをですね、ご紹介していこうと思っております。特にね、アウトドア用のギアではないので、ちょっとね迷ったんですけれども、今後ね、私のこのハリケーンキャンプのチャンネルとしてですね、どんどんこう、今までは、今こちらの映像もですね、iPhone で撮ってるんですけれども、どんな風にね、こう変わっていったかなんていうところもね、記録に残せればな、なんていう意味合いも含めてですね、こちらのマイクの方、今日は開封レビューしていきたいなと思っております。ではですね、なぜこのマイクなのかというところなんですけれども、ツイッターとかね、インスタご覧いただいている方はね、ご存知でいらっしゃると思うんですけれども、私最近ですね、動画撮影用にですね、カメラを購入いたしまして、こちらのですね、ソニーさんの ZV-E10 というカメラを購入しました。で、レンズとかもね、ちょっと買ったりしたんですけれども、この純正のマイクで先日ちょっとですね、屋内で動画を撮ってみたんですけれども、若干ですね、ちょっと音が遠いような感じで、少し聞き取りづらいなというような印象を個人的に受けました。というところで、マイクね、いろいろあるんですけれども、取り急ぎですね、安すぎず高すぎずというようなところで、非常にですね、他の方がレビューしてるのなんかも拝見させていただいて、コスパ的にですね、非常にいいというね、評判が高かったので、こちらのロードさんのですね、ビデオマイクロというマイクの方を今回購入してみました。実際にですね、この後、このカメラの方に装着してですね、この純正のマイクとこちらをつけた時の音の感じがどんな風に変わるのかね、今日は屋内撮影ですけれども、ちょっと皆さんにね、聞いていただきたいなと思っております。では早速なんですけれども、こちらのね、マイクの方開けていきましょう。これね、お値段的にはサイトにもよるんですけど、7000円から8000円ぐらいですかね。私はですね、PayPay祭りで還元率が高い時に結構ポイント還元で2000円ぐらいね、ポイント還元があるような状態で買ったので、実質ね、6000円台で購入できたんですけれども、価格はね、ちょっとサイトとかいろんなところタイミングによってね、変動あると思うので、もしね、気になった方は Amazon とかの方がね、たまに安かったりする時もあるんですけれども、タイミングにもよると思いますので、その辺はね、ぜひ定期的にチェックしていただければと思います。これなんかすごいしっかりくっついてる。あ、結局破けた。もう破っちゃいます。よし、開きましたので中身出していきましょう。まず、あ、もうこれモフモフがくっついてる。このコードと説明書ですね。で、あとこちらがね、本体になるみたいで、どうやって取るんだ？これ引っ張ればいいのかな？ちょっとなんかいきなり壊しちゃったら嫌ですね、これね。あ、引っ張ればいいだけですね。これがね、風切り音が入らないようにするモフモフですね。ちょっと正式な名前わかんないです。で、こちらがカメラ本体になりまして、ここをですね、このカメラの、ここにね、つけるんだと思うんですけど、私もね、こういうの初めてなので、いまいちよくわかってないんですけど、で、通常はですね、これをちょっとやってみましょうか。ここに、こうつけるんだと思うんですよ。こう、つけて、これでもいいの？で、ここをネジをやってあげると、これで、こうね、止まった感じですかね。で、ここがこうブラブラしてるのが、このブラブラすることによってこう衝撃とかね、こう横揺れとかしても、このカタカタ音みたいのが多分このマイクが拾わないようにするためのものなんだと思います。こちらのこの穴のところにですね、このコードを繋いであげると。これどっちがどっちでもいいのかな。で、こちらがですね、プラグイン方式っていうものになってるみたいで、このマイクの方には電源というか電池とかはいらないみたいなんですよ。このカメラの、ここにですね、マイクのマークがあるんですけど、ここを開けてあげると、ここにね、このプラグを挿すところがありまして、これをこう挿してあげて、反対側をこのマイクの方に、このように繋げてあげると。これでカメラの方から、
このマイクの方に電源が供給される仕組みになっているそうです。で、外でね使う時なんかはこのモフモフをこのマイクにこうかぶせてあげると風の音ザーザーっていうのが入らないと、まあ、入らないことはないのかな、入りにくいと抑えてくれるモフモフになってます。結構このモフモフの毛が落ちるな。はい、で実際にですね Vlog とか撮る方はカメラの向きこれでいいと思うんですよ。こんな感じでこう持ってこう自分も映しながらこうやってねマイクこっちにこう撮りながらこっちに喋るみたいな感じになると思うんですけど、私の場合はですねキャンプで撮るときはこの向きでいいと思うんですけど、レビュー動画とかをね撮るときに関してはカメラをこう向けて、私こっちのカメラのねこのモニター側にいますんで、この状態だとマイクが逆向きになっちゃうんですよ。なんでそんな時はこれ反対に向けられるのかな、これはそのままは向けられないのかな、ここを外せるので外してあげてこのマイクをですね反対向きにしてあげればいいのかな、これもなんかどっからこうはめていけばいいのかいまいちちょっとよくわかんないんですけど、ここにはめるのかな、こんな感じにしてあげれば、なんかすごいマイク飛び出てるけどいいのかな、まあ、こうしてあげればですねこうカメラで撮りながらマイクはこっち向いてますんで、これでね私の声を綺麗に拾ってくれるんじゃなかろうかと思っております。ではですねここからはちょっと映像というかですね、映像はもうサブ的な要素になりますけれども、なんかせっかくなんでねなんか映しときましょうかね。何もないとね寂しいので、ここにですねランタンでも置きながらですねこのカメラの方で撮影しつつですね音の違いを検証していきたいなと思います。ではこれでですね一旦この内側マイクですねで撮ってみようと思います。今本体のマイクで録音してます。テストテスト、音声どうでしょうか。こんな感じで聞こえております。あ、テストです。今本体のマイクで録音してます。テストテスト、音声どうでしょうか。こんな感じで聞こえております。あ、テストです。今ね本体の方のマイクで撮ってみました。では続けてですねこちらのマイクを私の方に向いてる状態で外付けマイク試してみようと思います。あ、マイクテスト中です。外付けマイクを私の方に向けて今録音しております。あ、マイクのテスト中です。音声皆さんいかがでしょうか。はい、これでですね今カメラの内側というかモニター側にマイクを向けて外付けマイクで録音してみました。ではですね通常向きねマイクの方はこっち向きでね使うことが普通の皆さんはね多いと思いますので、この向きで私がこの後ろにいる状態ですね、このモニター側にいる状態で音声がどんな感じで入るのか撮ってみましょう。あ、マイクのテスト中です。外付けマイクをカメラのレンズ側に向けて今録音しております。あ、マイクのテスト中です。皆さん音声いかがでしょうか。はい、ということでですね今マイクの方、本体のマイク、外付けマイクをですね今レンズの方に向けてますけれども、こちらのモニター側に向けた時、そしてレンズ側に向けた時、私の場所は一切変えておりません。この手前側ですね、画面のこの内側の方に椅子に座ってる状態でそれぞれ声を出して撮影してみました。どんな感じでね音が拾えているのか、私まだ現状ねこの撮影中なので分かりませんけれども、違いが果たして分かるのかどうか、あとはですね実際にキャンプで撮るときに関してはこの向きでですねレンズ側にマイクを向けて喋りながらですね動画を撮ることが多くなると思うんですけれども、その時にねまた環境音というかですね、例えば川のせせらぎとか小鳥のさえずりとかですね、そういった環境音がどれぐらいね拾ってくれるのかなっていうところも今後の楽しみかなと思っております。そちらはねまた近々キャンプに行く予定がありますので、そちらのキャンプ動画の方ね楽しみにしていただければと思います。
ちょっとこれからですね、今の状態だと私もどんな感じで音声が取れているのか聞けていないので、一旦編集をしながらですね、今撮った音声がどんな感じに聞こえているのかというところをですね、聞いてみて、最後に別撮りでですね、まとめをやっていきたいと思いますので、一旦ね、動画の方ここで切りたいと思います。また最後にまとめの方をしていきますので、最後までご覧になってください。はい、ということでですね、3パターン音声聞いていただいて皆さんいかがでしたでしょうか。こちらの本体のマイク、内蔵マイクですね、そして外付けマイクも私のね、この普段のレビュー撮影の感じでいきますと、このモニター側にマイクを向けた時とレンズ側に向けた時ね、それぞれね、やはり音の拾い方違いましたよね。私の個人的な感想でいきますと、冒頭お話しした通りですね、やはりこの本体のこちらのね、内蔵マイクで撮った時はやはり音がですね、遠い印象でですね、少し聞き取りづらい印象でした。そして2番目に撮ったものがこのマイクをですね、モニター側に向けた時なんですけれども、やはりこのモニター側に向けた時はですね、非常に音声がクリアーになりまして、若干ちょっとね、録音レベルとかは調整してあげないといけないかなと思ったんですけれども、音質自体は非常にクリアでですね、なんかこう遠巻きな感じはしなくてですね、近くできっちりお話をしているのが伝わる状態で撮れたんじゃないかなと個人的には思いました。そしてですね、皆さん大体この向きですね、レンズ側に向けて撮ることが多いんじゃないかなと思うんですけれども、こちらの向きでこのモニター側から喋った時はですね、やはり当たり前なんですけれども、モニター側にマイクを向けた時よりは少しね、遠くなった印象とはいえですね、この本体の内蔵マイクで撮った時と比べれば、やはり臨場感あふれるですね、近くで喋ってる声もクリアに撮れてるという印象だったかなと思います。このレンズ側に向けた状態の外付けマイクでね、この後ろから喋ってもね、十分皆様に伝わりやすい音声が取れるんじゃないかなと思いました。取り外すのね、そんなに難しくないので、ポッと外してこっち側向けるだけなので、基本的にはもしね、レビュー動画をこの一眼レフで撮るんであれば、マイクをモニター側に向けてですね、撮ってあげた方が、私がね、こうやってお話ししている音声っていうのは皆さんにね、聞きやすい状態でお届けできるんじゃないかな、なんという印象でした。実際今回ですね、この3パターンですね、中とこのマイクの向き、外と内側とね、3パターン試しましたけれども、ここまでですね、正直変わると思ってなかったです。この内蔵マイクは正直ちょっとこのままでですね、使うには心もとないかなというような状態だったんですけれども、この外付けマイク使ってあげることによってですね、非常にね、音声がクリアにお届けできる状態になったんじゃないかなと思います。あとはですね、これがまた外で撮った時にどんな感じで、ね、周りの音をうまく拾ってくれるかというところはですね、今後また試していきたいと思うんですけれども、今回このですね、ロードのビデオマイクの、やはり評判通りですね、コスパよくですね、簡単にこう音声をですね、クリアに撮ることができたという実験結果になりましたので、今のところ今日初めてね、開封して使ってみたんですけれども、非常に満足度が今のところ高いです。特に、ね、今日の動画はキャンプ系の動画ではなかったんですけれども、もしね、今後 YouTube とかをね、私のチャンネルを見て始めたいななんて思っている方がいらっしゃった時にですね、少しでも参考になればなんていうところでですね、記録として残してみました。何かこういった外付けマイクをね、選ぶなんて機会があった時の皆さんのね、参考になれば幸いです。それでは本日の動画は以上となります。よろしければチャンネル登録とグッドボタンを押していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。